はい、どうも、ホソビーです。さあ、iPhone 13のね、リーク情報をね、まあ、たくさん出てきているわけなんですが、まあ、ここへ来てですね、このリーク来たかと、これはですね、ちょっとね、ビビりましたけれども、リーカーのね、ジョン・プロスター氏のね、リークなんですけれども、Face ID、これがですね、iPhone 13シリーズでめちゃくちゃ強化されている可能性があるよっていう話。で、これ、まあ、指紋認証がまあ、搭載されないっていうふうにね、まあ、言われておりますけれども、iPhone 13でね。この情報をね、すごい悲観している方も、まあ、いらっしゃる。で、指紋認証が搭載されない時点で、まあ、新型に買い替える意味がないよっていうことで、まあ、避けてる方もいると思うんですが、なんとですね、顔認証が強化されて、メガネが曇った状態、しかもマスクをしててもフェイス ID でロック解除できちゃうよと、こういう機能をアップルはテストしているんだっていうね、これが本当であったら、まあ指紋認証なくても OK じゃねっていう話になると思うんですけれども、ちょっとこれについて今日はね、深掘りしていきたいと思います。ホソビーチャンネル。はい、ということでですね、まあ今日ね、このね、ニュースはですね、ちょっと驚きました。これ、もし来たらですね、まあ私はですね、とりあえず指紋認証がなくって、まあマスクをした状態で、まあ Apple Watch でね、ロックを解除したりっていうことも、まあできるような状態になっておりますし、まあ Apple Watch を一緒にこう使ってるユーザーはですね、まあそういうね、ロック解除の方法もまあできてきているということなんですけれども、さらにこの Face ID をですね、まあ強化をして、そもそもですね、マスクをしててもいけちゃうと、でメガネも曇っててもいけちゃうと、まあ、これを iPhone12 に専用ケースを組み合わせて、まあ、テストされているっていうね、まあ、ちょっとにわかに信じがたいねリークではあるんですけれども、まあ、こういう状況になっているということですね。これが本当にできたらね、やばいよねっていうところだと思うんですけれども、まあ、今までね、まあ、マスクをしている状態でロックが解けない、だから Face ID はダメなんだっていうふうに、まあ、おっしゃる方が結構いるとは思うんですけれども、まあ、そもそもですね、それがクリアになってマスクをしててもセキュリティが担保された状態でロックも解除できますと、まあ、こうなっていたら、まあ、そこまで指紋認証にこだわる必要性ってあるのかなと、まあ、マスクをしてて解けないから困る、だけどマスクしてても解けちゃうからもう OK ってなれば、まあ、その理屈がね通用しなくなると思いますから、まあ、ここはですねかなり期待したいなと思います。で、まあ、最短でどういうね、状況なのかっていうと、とりあえず今 iPhone12 に、まあ、専用のなんかケース、ちょっとね画像貼っておきますけれども、まあ、こんな状態で、新しいその顔認証のロック機構なのか、まあ、センサー自体がね iPhone 13シリーズになってすでに強化されているのか分かんないんですけれども、それをテストしていると、まあ、いうところなんですけれども、まあ、これがですね、まあ、最短でね iPhone 13にも搭載される。で、一応ソフトウェアアップデートで、まあ、いつからか分かんないけれども、例えば iOS 15の時点では搭載されませんと。で、それが iOS 15.1 になったら搭載されて、ロック解除ができるようになるよっていう風に、まあ、なるのかならないのか、まあ、あくまでもまだリークの状況なので、まあ、これが本当なのか嘘なのかっていうところ、まあ完全な嘘とは言い切れないけれども、まあ何かしらのやっぱりねアップルとしてはテストはしているのではないかなっていうのは、まあ容易に予想はできるんですけれども、まあかなり期待しちゃいますよね。で、まあこれですね、できるようになったとしたら、本当にこう指紋認証に何が何でもこだわっていた方も、まあこっちに流れるというふうになると思うんです。で、それができるのは例えば iPhone 13 の Face ID じゃないとできないよってなると、 iPhone 13って実はですね、まあ、細かいね性能のアップだったりとか、まあ、見た目がねこの iPhone 12とあまり変わらないと、まあ、言われてますので、ちょっとね13を買う要素というところ、まあ、購入動機としては薄いなって思われてる方もいると思うんですけれども、なんとマスクをしててもいいよと、できるのは iPhone 13からだよってなれば、まあ買うよねこれは買うよねっていう話で、実は皆さん思ってるかもしれないけれども、指紋認証がやっぱ便利だと思ってるんだけれども、まあフルディスプレイ使いたいなって思ってる方も、まあ、かなりいると思うんですよ。で、フルディスプレイ使っちゃうと顔認証しかない、で顔認証しかないとマスクしてると解けないよっていう、まあ、こういうね思考回路になってて、だからね買い替えられないという風になってるんだけれども、それが iPhone 13ではクリアになるよってなったら、 iPhone 13がね普通にバカ売れするんじゃないかっていうね、まあ、こういう風にね、考えてもおかしくないのかなと思いますけれどもね。で、まあ、このね顔認証のお話と、まあ、もう一個ですね、これもまあ本当に定かじゃないけれども、ちょっと気になるね、あの iPhone 13のどれを選んだらいいかっていうところの、あの選択をですね迷わすようなものも出てきてるので、それもちょっとねお話ししたいと思います。で、それがですね、ケースのリークって
ていうのもちょっと出てまして、で画像をちょっとこれ貼っときます。こんな感じでですね、実は iPhone 13 Pro と iPhone 13 Pro Max の、まあ、このカメラバンプっていうの、はい、ここのサイズ感が、まあ、今の12シリーズに関しては12 Pro はちょっと小さいんですよ。で12 Pro Max はさらにここ大きいんですけれども、まあ、その点ですね、何が違うかっていうと、やっぱ標準カメラって言われている、まあ、広角レンズのセンサーサイズの、ね、大きさが違かったりとかっていうのが、まあ、あるんですけれども、あとね、まあ、望遠レンズの倍率も少し違うとか、カメラ性能でもプロとプロマックスで、まあ、実は差がついているんですよ。でこれが今度13シリーズの、まあ、ケースのあくまでもリークというところで言うと、カメラバンプの大きさがプロとプロマックスが同じになっているっていうところを考えたときに、これ何カメラ性能もしかして同じにしてきちゃったのっていう、ちょっとそういうね、想像を私してしまったんですけれども、プロとプロマックスで、まあ、今回ね12に関してはプロマックスの方がカメラ性能がいいからねプロマックスを選んでますと。で大きさは、まあ、実は 6.1 インチぐらいがいいんだけれども、カメラ性能の良さでやっぱり最高性能を追い求めたいからプロマックスにしましたっていう方も、まあ、一定数いるでしょう。まあ、あとは普通にね、ボディサイズが大きい、ディスプレイサイズが大きい方がいいし、バッテリー持ちも長い方がいいよと、まあ、そうなると必然的にプロマックス一番大きいやつが一番いいでしょっていう風に選ばれてる方もいると思うんですけれども、カメラ性能が同じであればやっぱりちょっと大きすぎるプロマックスよりかは 6.1 インチぐらいの大きさがいいよっていう風に考える方もいると思うんですよ。で私もちょっとそれね、実は揺れてしまいますよねっていう話、カメラバンプ、何そんなに大きくしてきたのプロがっていう風に思った時にそう思ったんですよ。カメラ性能何これ同じにしてきたみたいな。で今までプロとプロマックスのカメラ性能とか全く一緒にしてきてたのが11プロと11プロマックスとかはまあ同じだったわけで、まあ、10S と 10S マックスも確か同じなはずなんですよね。カメラ性能に差はつけてないはずなんですけれども、今回12プロと12プロマックスに関してはカメラバンプの大きさも違うしカメラ性能も違う、まあ、最高のカメラ性能を、誇っているのは iPhone 12プロマックスであると、まあ、こうなっていたからプロマックスを選びましたっていう方がいる中で、今回13 Pro と13 Pro Max はこういうね、ことをしてくるかもしれないと。まあ、あくまでもまだね、ケースメーカーが勝手に作ってるだけなので、どこまで信じていいかわかんないけれども、ケースメーカーもですね、まあ、なぜだか知んないけど、結構ね、有力な情報を持ってることが、あるんですよ。なんか知んないけどあるんですよ。まあ、中国の方とかだと、まあ、そういうね、モックアップが出回ったりとか、いち早くやっぱり新しい新型の iPhone のケースを見込みである程度作っておいて、出た瞬間にガッと売れた方が、まあ、やっぱりね、利益を出せると思うので、売り上げ上がると思うので、まあ、そういう風に、ある程度こう、リスクを背負った上でね、ケースも量産体制に入っちゃってるっていうところが結構あるので、ある程度しっかりした筋の情報をもしかしたら持ってるかもしれないかなというところでですね、まあ、今回のね、そのプロとプロマックスのカメラ性能の差っていうところは、もしかしたら、ないに等しい、まあ、同じ性能であるっていう可能性が出てきたなっていうのはちょっと気になるなと。で、そうなった時に、プロとプロマックスどっち選ぶっていう話、まあ、これね皆さんコメントください。もしそうだとしたらどっちがいいのっていうね、私もはっきり言ってちょっと揺れてきちゃってるかなと、もしそうだとしたらね、はい、というところで、まあ、今回気になるねリーク情報をね、2つほどまとめてみましたけれども、どしどし皆さんコメントをいただければと思います。細Pチャンネル、はい、ということでですね、まあ、今回のね、このリーク情報はね、もう超強烈だなと思いました。これは強烈すぎるでしょ。Face ID のハイパー強化。まあ、これされたら、本当にもう指紋認証を駆逐されちゃうというか、まあ、Apple のやることだから、まあ、どこまでね、まあ、精度をめちゃくちゃ高くして、本当にこう、リリースするときには完璧にしてくるとは思うんですけれども、これだけね、指紋認証が求められている、マスク自体で、どう考えてもこれ指紋認証認証搭載しないのおかしいよっていう状態の中、顔認証だけで突き進んでいる。で、それに対して何の進歩もないっていうところは、まあ、確かに考えにくいかなとは思うんですよね。で、まあ結構ね、このもう顔認証のこのセンサーっていうのももう何世代目？ iPhone X からね、出てきてて、全くセンサーの進化がないっていうのもね、おかしいですもんね。まあ10から始まって 10S、11 Pro、まあ11、11 Pro シリーズ、そして12シリーズ。で、今
今回の、まあ、13というところでここまで来てここのセンサー類が全く進化してないマスクには、ね、対応しないよって言ってきてるのも、まあ、ちょっとどうなのかなっていうのがあるので、まあ、ちょうどいいところにこのジョン・プロッサー氏のリークっていうのが、まあ、出てきたのかなというところで個人的にはね、まあ、ここ最近ちょっとジョン・プロッサーさんの情報っていうのは若干信じてないところがあってあのマーク・ガーマンさんっていうのは結構ね当ててきてるんで私の中ではちょっと信頼度厚いんですけれどもこれに関してはね、まあ信じる信じないというよりかはちょっと期待しちゃいたい期待したいよっていうところがまああるかなというところでね皆さんどう思いますでしょうか。はい、ということで本日の動画は以上で終わりにしたいと思います。まあこの動画がね役に立った面白かったと思った方はぜひね、高評価チャンネル登録の方もねお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。